姫ごはん。こんにちは、和田よしみです。今日は爆弾丼を作っていきます。まず最初にマグロのお刺身のぶつ切り 50g に下味をつけていきます。みりん小さじ1と醤油小さじ2を入れて軽く混ぜ合わせます。ラップを食材にぴったりとつけて冷蔵庫で15分ぐらい冷やしておきます。長芋のすりおろしを使っていくんですけど、今回は冷凍食品を使っていきます。お水につけて解凍していきます。たくあんは1センチ角に切っていきます。塩小さじ1/2をまな板にのせてオクラを板ずりしていきます。こうすることでオクラの産毛が取れて仕上がりが綺麗になります。オクラはたっぷりのお湯で茹でていきます。茹で上がったらざるにあげて流水で冷やしていきます。オクラはヘタを切り落として1センチ幅に切っていきます。納豆1パックはタレを入れて混ぜ合わせます。熱々のご飯 150g にすし酢大さじ1を加えてよく混ぜ合わせます。ご飯は熱々の方がすし酢がね混ざりやすいので熱々のものを用意してください。冷蔵庫で冷やしておいたマグロを取り出します。器に盛り付けていきます。卵黄一つをのせたら完成です。姫ご飯ではいただきます。これはねさっぱりしてて食べやすくってとっても美味しいと思います。このねたくあんのカリカリした食感がいいですよねマグロは下味をつけて漬けマグロにしておくことで旨味がアップするのでおすすめです。長芋のとろろは用意するのがね面倒だったりするので冷凍のものを使うと手軽にできるのでおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。爆弾丼が食べたくなったあなたは高評価をお願いします。作ってみようかなと思ったらチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。